アメリカの演説にありがちなこと。パーパー。皆様、今日は集まっていただき誠にありがとうございます。それでは記者の方々、質問があればどうぞ。あなたは何月何日に環境破壊に対して何々対策を取るというふうに言いましたが、次の月に全く逆のことをしやがってましたけども、それについてはどう思いですか？確かに私は環境破壊について深く語った。この対策が実現するか実現しないか。実現させる。なぜか。それは我々がアメリカだからだ。決して屈してはならないのだ。私だけではなく、あなた方だけではなく、我々が一丸となってアメリカだからだ。できる。わあ。どうぞ。いや、私が聞いてた質問と全く関係ない感じだったんですけど、私が聞いてたのは環境破壊についての対策、次の月に真逆のことをおっしゃってたんですけど、それについてどうだったかということをお聞きしたいんですけど。なるほど。確かに環境破壊について語った。そして次の月に何が起きたか、それは我々が決めることではなく、未来が、運命が決めることだ。しかし我々が一丸となれば希望の光は見える。いや、希望の光を見せる。アメリカだからだ。私一人の努力だけではなく、みんなが、国民が一丸となって立ち上がるのだ。アメリカだからだ。わあ！わあ！すいません。オタク不倫してましたよね。どのようにお考えですか？愛というものは誰にでも存在する。私にも存在する。ここにいる皆様の心の中にも存在する。愛があるからこそこの国は強い。しかし愛は一日にしてならず。そう、私の努力だけではなく、一丸となってアメリカだから。イエーイ。パー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 言うて。Give me two